こうみんなでこうやってやんなくちゃ。ねえ、だってじゃ混ぜちゃう、混ぜちゃう。イエーイ。動画だよこれ。そうか、横置きなんですね、エンジンが。さすがやっぱり FF ですね。確かに。で、これね。初1シリーズ行ってみたいと思います。第一印象はしっかりしてるってか重いね。でもすごいパワフルだし、トラクションもすごいけど、なんかこう重さが同居するような感じが今までの1シリーズとはやっぱりちょっと違いますね。エンジンすごいパワフルですね。パワフルで付きがいい、すごい付きがいい。チョンって踏んだけですぐ動く車が。でもこのなんかやっぱ付きの良さとかハンドリングの素直さな感じはやっぱ BMW ですよね。インテリアのね、最新のやっぱあれだね、この辺も光ってるよね。光ってますね。ね、インテリアパネルにアンビエントライトが入った。これは聞いてなかったぞ。相澤さんの車だから紫にしとこう。セクシー相澤仕様。いいね。悪くない。ああ紫でこれ今ね全開、一番明るい。じゃん。はい、ジン完成。これ新車の醍醐味だよね。まさしく。完璧です。100馬力オーバーがまあ2リッターターボで普通になってきましたけど、速いぞ。やっぱりブリンブリンっつって3000回転も回ってる、十分ですよこれ。しかもなんかでっかいブレーキでっかかったですね。見ました、フロントやばいっす、ね、フロントパンパンでしたね。あれホイール選びますよ、ね、いや結構ね大変だと思いますよ。これなんか2リッターと思えないトルク感、なんかね結構余裕のあるこう加速感がいいですね。やっぱこのメーターの中にこうねナビが映るとか、やっぱだいぶもうね GK からこうなってるんでしょうけど、足は変えたいですねやっぱりね。なんかね、うんうん、ちょっとやっぱりこう僕たちのこう介入する余地はいっぱい、うん、ある感じですけど、ベースはとってもいい感じですね。それでいて速いからいいなこれ。そうっすね、あんまりでタコメーター出てくるのはそれタコですね。うん、
エコプロだと出てこないですね。 See you。 はい、ですね、年末に納車となって約1ヶ月が経ちました。まあ、ただいま、なんだかんだね、3000キロぐらい実は走ってます。なんとなくやっとこの、M135の4駆ですね、 4WD の、感覚がやっとつかめてきたかなというところですね。でまた、キンキンにちょっとね富士スピードウェイ行くことがあるんで、サーキットで走ってみてね、この何ですかね、306馬力の M135、ね、どのぐらい走るのかね、ちょっと楽しみなところはありますね。まずチューニングアイテム全く正直言って悲しいぐらい出てないです。まあ、もう定番アイテムって言われちゃうとね、もう、まずはやれるところからやりましょうというところで、レーダーとですねドライブレコーダー、まずね安心安全のために取り付けをいたしました。納車即つけたね、やっぱりミラー、ワイドミラーですね、オリジナルとなりますがね、すごくやっぱりね後方が見やすくなりますので、ぜひおすすめですのでお取り付けをいただければと思います。エンジンルームちょっと開けてみましょう。はい、ダン。はい、まずですね、まあ、ごめんなさい、実はちょっとまだ仮なんでね、ざっくり取り付けちゃってますけど、実は STP3 ですね、オリジナルのサブコンデータができてきまして、ご案内できるようになりましたので、もう早速皆様のお車にも取り付けが可能です。それでですね、ちょっと見えなくなっちゃうので開けてみましょうか。よいしょ。はい、ずらしますとここにプラズマダイレクトですね。まあ、これはあの点火系のねチューニングアイテムとしてずいぶん前からもう人気で、まあ、この辺のチューニングね、点火のチューニングアイテム、まあ、ちゃんとつけてあります。まあ、これもねもう測定済みで、 M135 のお客様方にも全部取り付けが可能となります。まあ、約1ヶ月間で、まあ、結構走りました。3000キロを超えてます。実を言うとね、僕自身がこの X 系の 4WD はもちろん乗ったことありますけど、ハイパワーな4駆という形の 4WD は実はちょっとそんな乗ったことがなくて、街中にで乗った感じはですね、もう本当にレスポンスが良くて、もちろんやっぱ M の称号がやっぱついてるだけありまして、今までね、まあその前がちょっと M6 っていうね、V8 の大パワーだったんで、まあ、それとって言われちゃったらね、もう比較的にしちゃうと、やっぱりそれはやっぱり M6 の方がもちろんダントツに伸びとかのその辺はあるんですけども、ただコンパクトでありながら306馬力というところがあるので、すごく街中で乗ってる分にはすごく速い感じでですね、乗りやすい車です。お気に入りの場所ってね、まだハンドリングとかその辺も今後なんですけど、実はね、今回、135を買おうとした理由としてはね、実はねこのキドニーグリル、皆さんねこれに関しましてはね、いいだ悪いだってお話が出てますけど、僕は実はこの大きなグリル結構いいんじゃないかなと思ってます。ここまでだんだんね大きくなってくるっていうのは、こう BMW を強調してる感じがすごく出ていて、でそれでありながらね、ライト周りすごくシャープですごくスポーティーな感じと、まああと標準でねこんなねスポイラーまでついちゃってるっていうところもね、なかなかお気に入りのところではあります。まあ、あとですね、顔つきに関してはなんだろうな、だんだんかっこよくなっちゃってるんでね、ノーマルでもすごくかっこいいとは思うんですけど、本当はね一昔みたいなね、こうちょっとっていう顔の車を買ってきて、エアロパーツをかけて、ほらかっこよくなったでしょっていうのが一番こう目立つんですけどね、最近はね本当に顔つきもねかっこよくてスポーティーなので、なんだろうね、ノーマルも結構悪くないなと思いますけど、ここをねどうやってもっとさらにかっこよく変化させていくっていうのがね、また逆に大変なのかなと思います。